ブラントリー B-2 ウエストンスーパーメアのヘリコプター博物館に展示されている B-2B ブラントリー B-2 はアメリカ合衆国のブラントリーヘリコプターが製造したヘリコプターブラントリー B-1 の失敗の後ニュー B ーブラントリーは個人向けに設計を簡素にした機体を設計した二重反転式ローターの B-1 から メインローター1機とテールローター1機に変更された B-2 は1953年2月21日に初飛行、さらに設計を改善した試作2号機が1956年8月14日に飛行した。1958年、アメリカ陸軍は B-2 に UFO-3 の型番を与え、評価試験が行われたが、採用には至らなかった。 ついでキャビンを改良した生産型 B-2A、総金属製の機体に3枚の翼を持つ、金属製メインローター、エンジンを燃料噴射装置付きの180馬力エンジンに、改め、膠着装置を車輪、ソリフロートから選択できる B-2B が開発された。エンジンは、キャビン後方に垂直に設置されていた。その後30年以上にわたって生産が継続された。 派生型として5人乗りのブラントリー305と無人機ボルト750が開発されている。出展、ブラントリー初見性能、フライングマガジン108、ファーストテストフライト4ビッグスト、チャイナドローン、UPI 通信、2012年12月10日閲ズラン、中国最大の無人ヘリ、V750 が試験飛行に初めて成功、中国史、レコードチャイナ、 2012年12月10日閲覧フライトトレーニングザ・ PSA オルドタイマーズページ2012年12月10日閲覧エアクラフトグラントリーインターナショナル2012年12月10日閲覧ありがとうございます